だからカッパを通して先人の生き方を次の人につないでっていう。初代の方だったのはカッパを見たっていう人なんだよね。まだ日本で生きたカッパみたいなたった人で、初代カッパおじさんだけだよって。実はね、岩手っていうのはね、厳しい話なんですよね。村の8割から9割字も読み書きできない生活の貧しい人のお話なんですよ。何よりも命が大事なんだぞってことですよ。でこの命を守るのは何だかったら旅物なんですよ。この旅物を誰が作るかったら、お天道様と根津と年寄りの地位なんですよ。カッパさんが守るのもだけども、そういう昔の生き様を守ってやらないと次の時代がつながらなくなる。